おはようございます。ちょっと今日は絵のメイキングをしていこうかなっていうふうに考えています。ツイッターからコメント見れるのかな、これ。あれ、インターネット切れちゃった。ああ、もんと思った。7月の22日から、日比谷の帝国ホテルの帝国ホテルプラザ内で個展を実施します。よければ皆さん、ぜひ、来てくれるととても嬉しいです。原画の販売とかね、なんだろう、グッズの販売、アクリルブロックとステッカーを今あと T シャツを今のところ発注したので、まあそれらも現物を見て買えるチャンスですので、お買い求めいただけるととても嬉しいです。単純にそう、初めてあれなんですよ、そういうコマーシャルギャラリーでの個展なので、もうすごい緊張してるところもちょっとあって、なんかそう、普段どういう風に作ってるのかとか、そういうの聞くのも全然ウェルカムですので、来てくれるととても嬉しいです。なんだろう、この前ツイッターのそのフォロワーのアナリティクスみたいなのを見たんですよ。もうそしたらびっくりしたのが、フォロワーさん半分以上女性だと。って。なんか普通絵描きさんって男性のファンの方が多いんですよ。女性の方が多いんだと思って、意外だなって思ってびっくりしました。まあでもこの前個展した時はあれなんですよ、その来てくれる人も9割方っていうか、喋りかけてくれる人9割方女性で、もう男性のお客様はなんかカップルと一緒に来てる人だとか、そういう人が多かったんで、もうスーツそんな感じはしてたんですけど、それにしても多いなーと思ってびっくりしました。ハートありがとうございます。なんか今日ちょっと雨がね強くて、ちょっと寒いな、若干。いてもう最近は本当に忙しくて、一日なんだろう、3、4枚かな書いて、でも全然間に合わないぐらいで。そうですね、今描いてる絵もギリギリ次の個展に出せるので、完走が間に合って、今配信して描いた絵も個展で出そうかなと思ってます。どこかでライブペイントとかやってみたいな。ちょっと待ってくださいね。87名様、すごいな。日曜の朝からみんなこんな起きてるんだ。おはようございます。
昔日曜の朝にやっていた番組であれなんですよ、結構グレン・ラガンがめちゃめちゃ好きだったんですよね、子供の頃。で今それの同じ会社がやってるプロメアをちょっと午前中見ようかなと思って、そう午前中までに仕事を終わらせて、でスパイダーマンファーフロムホームを見る予定でいます。その後におけないの。さもち先生おはようございます。あのね、ここの段階でサボっちゃうと色がね不朱バンジャンってあれなんだよ、取れるの、ひびが割れて。だから絵の具と色を混ぜて 2、3回その根元からペタペタやった後に定着してからやらないといけなくて、さもち先生さ、この前あれだよ、やってくれた書いてくれた絵あるじゃないですか。あれちょっと個展の時にスマホケース、これじゃないの、コミケの時にスマホケース売る際に一緒に飾ってもよろしいですか、タペストリーかなんかにして。すごい嬉しかったんだ、あの絵。パレットはもう基本的に3色ぐらいしか置かないんですよ、こんな感じで。赤、青も全部2ロシア人で全部一緒で、やっぱりなんだろう、ドゾン、ありがとうございます先生。ここにおわす宇佐持先生はあれですよ、もう超絶絵がうまいお絵描きさんなんで、ぜひイベントとかで本を買ってください。もうそろそろいいかな、今食に次は移りたいと思います。机の上がねかなり汚いので映したくなくてこんな感じになってるけど許してくださいね。パソコン重いな。やめろ、ワイは屍。さもち先生はね、もうレトロポップなね絵を描きなさるお方なんでね、絶対みんな見てくれよな。あとでツイッターリンク貼っとくぜ。絵の具の混色のグラデーション、普段使ってるも全部2色以内に収めるようにしてるんですよ。じゃないとすごい情報量が多くなっちゃって自分の頭だと処理しきれなくて、うぃっ、 sorry。 そうなんですよね、だからもう普段結構やっぱり自分の絵を見てくれてる方が今ここを見てくれてると思うんですけど、あれほとんど2色以内で描いてるんですよ。お菓子作りみたい。確かにお菓子作りそっくりだよね、腕の動きとか。自分の絵を美味しく見えるっていうコメントしてくれる人がやっぱり多いんですけど、やっぱりその美味しく見える理由、美味しさの理由っていうのはあれなんですよね、そのバターナイフストロークを作ったりだとか、そういうことをすることによってよくしょ、美味しく見えるように描いてるっていう側面もあるんですよ。
やっぱりなんか食材とか食器とかを使って描くと、一気に美味しさが増すっていうか、美味しそうな感じが増すので、絵の具も若干美味しそうですしね。美味しそうだなーってなんか香料つけた、あーまあまあまあ、レモングラスとかだったら耐久できるから、レモングラスで、あとはこういうアマニ油と合う香料ってなんだろう、口なしとかかな、だったらつけれるから、香料つけるのもありかもしんない。すいません、今コメント見逃しちゃった、失礼。作品の名前はどのタイミングで考えてるんですか？作品のタイミングは最初からこれを考えて作ることもありますし、何も考えずに、何だろう、何も考えずに言ったら変だな、あ逆だ、直感で決めることっていうのが最近は多いですね。あ、この絵ってなんかちょっとあれに似てるなとか思ったら、そういうことを思ってやることが多いです。絵の具、僕大学油絵科だったんですけど、絵の具の研究室がすごい面白かったんですよ。僕の大学、武蔵野美術大学なんですけど、ぜひなんか進路に迷ってる油絵系の高校生とかから、なんだろう、よく相談を受ける、そのダイレクトメッセージが飛んでくるんですけど、作家になりたいんだったら東京芸大一択だと思うんですけど、浪人することもすごい価値があると思うし、ただ研究がしたいんだったらムサビはとてもいい大学ですよ。この時々ピヨピヨ入ってくる声は僕の飼ってるインコです。名前はサンマって言います。なんだろう、ナイフを置く順番ってのが自分の中でルールであるんですよ。そのほんのかすかな、白っていうのはほんのかすかなものに反応しちゃうので、てか絵の具全般ほとんどほんのかすかなものに反応しちゃうから、ほんのちょっとだけ取ってそれをなんか混ぜるだけで十分な効果が出るっていうか、もうほんと今さっき取ったなんか手先だけの部分だけでもう全然大丈夫なんですよ。その色はなんて名前ですか？企業秘密です。すいません。顔料だけを教えると、顔料は蛍光赤とフタロシアニン、そして資酸化酸鉄と、じゃあ資酸化酸銅ですね、が顔料になります。でそれを転色剤の油絵の具を作る際に混ぜる色で、自分でちょっと調整しながら使ってるので、市販の絵の具とはちょっと違う味が出てるのかなっていうふうに僕は思っています。それじゃあこっちに移ろうかな。やっぱりその銅の緑色ってすごい綺麗なんですよ。ありがとうございます。銅の緑色ってすごい綺麗なんで、僕絵描くときはよくフタロシアニン系と銅系を混ぜるようにしています。今のがそれですね、フタロシアニン系の絵の具で。ただ絵の具って高いんですよ。今ので1個何円するかっていうと、1個だいたいこれであれですね、3500円か。あ、月の絵の具代が家賃より高いんで若干投げてきますね。絵の具のカンパとかはいつでも募集してるというか、すればするほど嬉しいです。
あればあるほどって感じで。144人すごいな。日曜の朝からこんなに人が来てくれるんだ。あ、日曜の朝だからか。朝早いですね。一つの作品が完成するまでの時間がどれぐらいですか？一つの作品が完成するまでの時間は、だいたい40分から50分ですけど、構図とかを、練ったりするのに時間がかかったり、あと余計な手をね、足しちゃいけないんです。なので40分以内に収めなきゃいけないっていうのが本音なところかな。まあでも考える時間合わせたら2時間半ぐらいですね。なんかお花を調べたりだとか、そういうことをして、あ、このお花の花弁綺麗だなって思うところからストロークを持ってきたり、昨日投稿した芍薬って絵は、肥後芍薬っていうのを見たんですよ。熊本県の肥後藩で、なんか、まあ、昔から栽培されているというか、園芸されているその芍薬がかっこいいなっていうか、かわいいなと思って。江戸時代ってやっぱりすごい、そういう文化があったっていうか、植物の栽培、おはようございます、植物の栽培が盛んだった時期だったんで、すごい植物の品種改良が進んだんですよ。芍薬に限らず桜草だとか椿だとか、いろんな品種がその江戸時代に開発されて、まあそれがすごい魅力的なんですけど、ちょっとライトつけた方がいいかな、これ画面暗いな。ライトつけますね。吉木さんの制作する工程が見れてとても嬉しいです。ちょっとね、配信してみたかったんですよ。ありがとうございます。まあ時々配信すると思うので見に来てください。これが今のところ下塗りが終わった段階で、もうこれにあれですね、これ乾燥させた後、例えばダンマルバニス、ニスとアマニア油、麻の油と、を混ぜることによって、どういう絵、それを上から一つグレージングすることによって、こういう絵が作れたりとかもするんですよ。これも個展で展示するんで、ぜひ皆さん見に来てください。よいしょ。何か芸術系の専門学校、僕いたのは美大ですね。京都造形芸術大学にいたんですけど、ちょっと反りが合わずに辞めてしまって、でその後武蔵野美術大学に入りました。むさびはとてもいいところです、制作するにあたって。京都造形は京都の大学に進学しようと思ってる人が多分この中にもいると思うんですけど、批評とか評論とかそういうものがめちゃめちゃ強いんです。その理由は何でかっていうと、そのトップが哲学者とかなんですよ、京都の大学って。なんでか知らないけど、梅原武先生だとかがトップなので、浅田彰先生とか、面白いですよね。今こういう配信も YouTube とかでやってみようかなって考えてて、ひとまずは Twitter のペリスコープで。これ見えるかな、光の塩梅。あ、すいません、ちょっと資料を取ってきます。
今戻りました。よくしょっと T シャツ今年の夏とっても映えそうです。いやーもうめっちゃ映えるんでね、ぜひもう着まくってください。もう僕の T シャツだと広めてくれたら嬉しいです。なんかありがたいことにブースもすごいたくさんの方に見ていただけて嬉しい限りだなって思います。家族が買ってました。おー、家族で見てくださってるとはとても嬉しいです。へえ。なんかぜひ学校の友達とかにもこんな作家さんがいるんだっていう風に教えてほしいですね。どうしようかな。ここら辺からがとても迷うんです。学校の友達のアイキャンは早くよしきさんのが多いですよ。多いですよ。嬉しいですね。学校ってことは高校か中学生ですかね。いやーもっと流行ってほしいな俺ね。どうしようかな。先に基本となるストロークを3つか4つ置いておいて、まだまだ有名になりたいんですか。全然有名じゃないと思います。まだ何か目標は、現在の目標は一次流通の市場でなく二次流通の市場でも評価されること。まあ例えばそのクリスティーズに出展する、アートフェアに出るとか、そういうのもそういうキャリアを重ねていきたいっていうのが今の欲望でとても大きなところですね。やっぱりなんだろう、普通の職業と違って椅子に座っていれば給料が上がるわけではないので、会社員と違うところは結構きついところもあって、愛の iPhone のロック画面の背景がよしきさんの作品です。ありがとうございます。いやー嬉しいです。友達にも広めてくださいと伝えてくれるといや嬉しいですね。そうですね、基本的にはキャリアを詰めていきたい気持ちというのがとても強いです。よく喋りますね、面白い方だって。やっぱりその話す訓練っていうのは絶対にした方がいいなって思ってて、どういう人に、もう誰にでもやっぱり自分の絵を買ってほしいというか、自分の絵を欲しいって思ってほしい気持ちがあって、営業、まあ僕はどちらかというと絵描きよりは営業マンなので、そういうことが多いですね、考えることが。もう絵もやめて普通に就職するつもりだったんですよ、その新卒の時は。絵で食っていけなかったらその場で、まあ働かないとしょうがない、食っていかないとしょうがない、それが一番尊いと思うので、まあでも今は絵で暮らせているので、行けるところまでは頑張って行ってみようかなっていうふうに思ってます。
やっぱりなんだろう、一つのちょっと話は戻っちゃうんですけど、一つの学校とかで流行るっていうのがやっぱり状況としてよく見られるのかなって思ってて、なんか明らかにその同じ学校みたいな、人はよく参見されます。おはようございます。うさびの指令を目指している受験生です。すごく憧れです。ありがとうございます。デザインが僕来たかったんですけど、全然ダメだったんですよ。平面構成が、あと粘土大嫌いで、もう本当にダメで、それであれですね、はみ出さず塗れなかったんですよ平面構成のあのアクリルのやつを。それで油絵家にしました。油絵の方が合ってるよって言われて彫刻家。今インスピレーション何からもらってますか？本、映画、美術館とかでの鑑賞、あとお花を見たりだとか、常に外部からの刺激っていうのを意識して描いています。端的なストロークに表されるのは、なんだろう、今まで自分が何を見てきたかっていうのをその外部化する行為なので、社会的なアイコンたるんです。たったのストロークに過ぎないのに。本来政府小説が好きです。エヴゲニー・ザメーチン、とかそういう昔のディストピア小説が好きですね。あとは最近好きなのはオルダス・ハクスリー。ヨシキさんの絵ずっと元気もらってます。ありがとうございます。はみ出してしまいますよね。わかります。今からまた画塾です。配信でモチベ上げて頑張ります。配信でモチベ上げてもらえてすごい嬉しいですね。受験頑張ってください。僕は受験何年もやってしまったので親不孝なあれでしたけど、コメントしてくれた人は一発で受かってほしいですね。浪人してる間になんかずっと予備校に行ける人が羨ましくて、僕行けなかったんで。美術系の大学ってなんか結構ユニークなとこってか面白いところがあって、なんだろう、レベルの高い人のレベルってどこもそんな変わんないんですよ実は。自分も玉倉目指して頑張ってます。頑張ってください玉倉。玉美術大学すごいいいとこですよね。僕トラウマがあるんです。玉美にあれ忘れもしない、もう現役の時の受験の当日です。玉美って坂じゃないですか。で、僕の受験した日はね、雪が降ったんですよ。足を滑らせてね、雪の中滑り落ちて玉美の坂で腰の骨を折りながら受験しました。畜生、なんで俺だけって思いながら。メイキングが見れて嬉しいです。頑張ってください。友人ありがとうございます。嬉しいですね、そう言っていただけると。本当にな、もうなんかなんで俺だけってなんか思いながら受験してましたね、最初の1年は。あら、そうですか。今配信サイトってなんか、あ、そうですね、腰ほ
の骨折っても受けてました。折ったっていうかなんかちょっと割れちゃって腰の横のところが。今回のテーマはあのレミナントが次のあの古典のテーマなんですけど、それに沿ったものを書こうかなって思ってます。実技でしたね。進学校にいたんですよ、それ以前は。もうなので全然実技できなくて学科ほとんど満点だったのに落ちましたからね。もうなんかマジで泣きました。高校や中学時代得意科目は何でした？勉強は大嫌いだったんですけど、勉強というより学校の先生が嫌いで勉強しなくなったタイプなんですけど、僕は好きだった教科美術と社会ぐらい、社会の現代社会ぐらいですね。他は全部嫌いだったかな。ただなんだろう、顔料とかを勉強する際に絶対にその元素だの何だの知識ってのはいるので、もしここになんか美術系目指す学生さんがいたらまず勉強しとけって来ました。おはようございます。どんな性格と言われますか？どんな性格なんだろう。うるせえってよく言われます。今日はもう一枚書いて配信を終わる気でいます。自分は兄からよしきさんの高校の、箱は照らさるの今の作品に書けるきっかけとかありますか？きっかけはアメリカの現代美術にすごい最初影響を受けて美術を始めたんです。なんだろう、まあ、ジャクソン・ブルークスとか、あのジェイク・バーサットとか、あのフィリピ・ガストンスだとか、ロバート・マザウェルだとか、あのあそこら辺にすごい影響を受けてから美術を始めたんですよね。そうです、兄に教えてもらってヨシキさんのことをしたんです。ああ嬉しいです。学校だと俺もクソ陰気はこじらせマンだったんで、めんどくさいやつでしかなかったから、絵描いているんだみたいな発音がいい、ありがとうございますことをしなんか言ったら割とびっくりする人多いんじゃないかな、高校の同期は。お風呂に入らないといけないんで、また来ました。ありがとうございました。また来てくださいね。僕のいた函館ラサル学園っていうのは、100人部屋にまずぶち込んで、それで寮で集団生活をさせるってコンセプトの学校だったんですよ。もう自殺は起きるわ、先生の暴力はやべえわみたいな。高校の時美術部入ってたんですけど、男子校だったので運動部を優先されてしまって、ほとんど予算は回ってこなかったんで、活動という活動はできませんでしたね。なのでなんだろう、美術系に進学したい人は男子校だけは避けた方がいいです。であと自称進学校、あの受験の邪魔しかしてこないので、なんかロックもホームのよしきさんの作品です。私は高校生でどのような経歴をたどってこられたのか気になりますって、めんどくさい経歴をしていますの自称進学校で生きてました。 あなたも同じ感じなの、
函館ラサールの闇、そうですね、自殺をした先生、自殺を教唆した先生がかばわれて、なんかまだ学校にいたりだとか、そういうことはありましたね。なんで絵を描く環境では間違いなくなかったです、僕のいたところは。その自殺教唆した先生にあれなんですよ、その義務自習っていうなんか概念から矛盾してる言葉があって、義務自習中に1日4時間から3時間4時間ぐらいあるんですよ。てめえ何しんでこの野郎って言われて絵描いてたら、えって受験のための絵ですみたいな、また見たいですが4時があるので失礼します、個展でもライブインでもあったらもうぜひぜひ来てください、お願いします、そうてめえ一生お絵描きしてるこの野郎って言って絵捨てられましたから、損害賠償請求したいですね。僕の絵1枚4万円なので慰謝料合わせて50万ぐらい請求したいです。だいぶできてきました。ちょっと高さ足りないかな。この絵も個展で展示しますのでぜひ見に来てください。場所は東京の日比谷の帝国プラザホテル、帝国ホテルプラザ内のメデルギャラリーシューっていう場所でやっています。メイキング見れて嬉しい、いつか配信したいなって思ってたんですよ。ひとまずこの絵はこれで終わりかな。次の絵に移ります。いつか大阪で展示会があるおかげです。大阪で展示がしたいんですけど、やっぱりその展示コストが結構やっぱり大阪かかっちゃうのと、僕が在留できるかできないかが微妙なんですよ。やっぱり大阪だと今のスケジューリングで年内だとできて、来年の春にちっちゃいギャラリーでやりたいなって気持ちがあったりします。兄がヨシキさんの漫画貸してもらうことになった時、段ボール箱いっぱいに漫画持っててびっくりだって言ってましたって。北海道ぜひいらしてくださいねって。そうですね。漫画すごい好きなんですよ。ピヨピヨ鳴ってんのはインコです。生き物が好きでたくさん生き物を飼ってるので、トッケーっていうヤモリを飼ってた時はトッケーってなんか泣いてることも夜中あって、それで起こされることもありましたね。勘弁してくれよって思いながら。いやー、やっぱりなんか高校とかの話をすると毛がいいというか旗の数が増えるので、高校生とかの人が多いのかなって思ってたんですけど、配信とか見てくれたりツイッター見てくれたりする人が、やっぱりなんかそんな感じっぽいな。例えば話がケーキみたい、ああ確かになんかホイップクリームをナイフで整える時の調子に似てますね。僕の絵のケーキも販売してますので、ぜひなんかお祝い事とかがある際はぜひ使ってくださいね。いや、学生時代結構大変だったけど、なんだろう、お金とかが用意できなかったり、学費のいろいろお金で苦労したせいで、なんか絵で食べていけないんだったらもう絵やめよう
辞めて、僕あんま器用な方じゃないので仕事に集中しようと、その就職した先のっていう風に考えてたんですけど、まあ今は本当にありがたいことに絵で食べさせてもらってる、好きなことで来させてもらってるのでとても嬉しいですね。大きいサイズでも書いてしないんですか？大きいサイズは体力と精神力をすごい使うので、喋りながらだとできないから、ちょっと配信は難しいですね。ああ、ありがとうございます。やっぱりその、ちっちゃい絵って簡単に描けちゃうんですよ。僕の場合は。物理的な大きさでその体力、精神力の持ってかれ方が違うので、自分もお金がかかってて親不孝ですね。まあ親と仲がいいってね、それだけで財産だと僕は思うので、お金かかっててもやっぱり親はお金出してくれてるうちはありがとうございますってちゃんと言って、なんだろう、いつか何かちゃんと社会に出るだとか、結婚して頑張って子供を作るだとか、そういう、なんだろう、次につなぐ行為をして恩返しをしろっていう風に言われたんですけど、ぶっちゃけまだピンとこないんですよね。白は何使ってますか？チタニウムとシルバーを混色しています。水彩絵の具をいじるときはチャイニーズホワイトを使うことが多いですね。すごい優しい色なので。大学を出てから、まあ、祖父母にまあ、ひ孫の顔が見たいとよく言われるようになり、ああって申し訳ねえって、当分その予定はねえわっていうのをなんとなく伝える感じですね。ホワイトの中の、色の含有量って結構やっぱり違うと思うんですよ。そのブルーシェード、青みがかってるか、赤みがかってるか、くすんでいるか。生物質の白ってのはないんですけど、その鉛の白、煙白の白、シルバーホワイトは基本的にはなんて言うんだろう、もう僕は化粧品の用語で言うならイエベかなって思ってて、作品がお子様のように感じます。あ、その言い訳今度使わせていただきます。大学生です。昔は美術大学志望だったんですけど、今は心理学を専攻、美術を副専攻で学んでます。あ、そういう距離感の方がかえって健康かもしれないですね。やっぱりなんだろう、絵って呪いだと思うんですよ。その絵って言葉が、絵がじゃなくて、絵って言葉にとらわれて、私には絵しかないから、僕には絵しかないからって言ってなんかダメになっちゃう人ってすごい多いと思うんですよね。こんにちは。ちょっとなんか誰がコメントしたかを見る余裕はなくてすいません。コメントは拾おうとしてるんですけど、で戻るとチタニウムホワイトはブルベだと思うんです。その青みがかった色が強いなと思ってて、実家に子供たちを送りましょう。あれですね、メタルギアソリッド4とか送って、ん、子供たちだったっけ、愛国者たちだったっけ、忘れちったや。ひとまず字はこんな感じです。ちょっと暑いから割れちゃうかなって感じもするけど、ああ、てて
カメラ調整しますね。ちょっと待ってください。やっぱりチタニウムが白の中で一番強い白なんです。白ってすごい繊細だから。ほんのに、ほんとちょっとなんか絵の具を落としてあげるだけでもう満足できるっていうか、チタニウムは冷たい印象でした。ホワイト、絵の具の進化の歴史っていうのは基本的に毒性が少なく色は鮮やかにというような方向性です。産業革命以降の絵の具がどういうふうに変わったのかというと、安価にとても鮮やかにという方向性に頑張っ、絵の具メーカーは影響努力をしていきました。チャイニーズホワイトは柔らかいイメージ、僕もそう思います。なので毒性の強い白っていうのはいずれなくなっちゃうんじゃないかなとか見われてて、チタニウムっていうのは毒性がすごい少ないという点もあって、例えば石鹸とかにも使われるんですよ。この中でラッシュの石鹸とか使ってる人いますか？ラッシュの石鹸とか使ってる人だったら、裏の、ああやっぱりいるんだ。裏のなんだろう、石鹸の裏のとこ見てみると、チタニウムホワイトエンパ、エンパクトは絶対書いてなくて、鉛の塩と書いてなくて、チタニウムホワイトって書いてあることが多いので、見てみてもらえると嬉しいかなって思います。僕はエンソープとカルマが好きです。色をのせていきます。これからなんか舐めたくなる、舐めたら死にますよ。なんか昔予備校の階段みたいな感じで、美術予備校にもちょっと行ってたんですけど、何点かな、絵を描いてるのずっと見れてます、ありがとうございます。ホワイトを舐めて飲んで死のうと思った浪人生がいたみたいな話をされて、と思ったけど、冷静に考えて、その40年ぐらい前に使われてる絵の具とかヒ素がそのまま入っていたりとかね、エメラルドグリーンとかがあるので、そうなんですよ、和歌山カレー事件のあのおばちゃんがカレーの中に入れたやつです。あ、そうですね、カドミウムとかも日常的に使うので、指先がね腫れちゃうんですよ。蛍光色大好きだけど扱いが難しいので色使いに憧れます、ありがとうございます。蛍光色ってやっぱり強すぎるので、アクセント、アクセントの場所で置いてあげるのがいいんじゃないかなって思いながら僕は制作しています。ちょっとどうしようかな、一番迷うのはここら辺からです、ね、ありがとうございます。どうしようかな、さっきからなんか水着の姉ちゃんの画像が上がってくるけど、なんだ、エロスパムか。YouTube チャンネルできたら絶対登録します。ありがとうございます。YouTube チャンネルが作ろうかな、今。一応持ってることは持ってるんですけど、なんかペットの画像ばっか上げちゃってて。音楽流してもいいですか？
じゃあこの配信終わったら YouTube チャンネル作ります。ペットの画像を上げちゃいますよね。そうですね、ペットの動画保管庫になってます。鳥歌ってます。そうですね、後でインコちゃんも見せよう。どうしようかな、やっぱりそう絵描く中でどうしようかなって思う時間が一番長いんですよ。ああどうしようかな、すいません、ちょっとお手洗いに失礼します。ライブ配信は全然しないですね。5分ぐらいで戻ってきます。今戻ってきました。今日ちょっと寒いですね。お腹壊しちゃったかも。よくしょっと。絵の購入はどうやったらできますか？個展にお越しいただいてその場で、お買い求めいただくか、なんだろう、この絵が欲しいと思ったらそれにリプライとかダイレクトメッセージで購入の意思をお伝えいただければもうすぐ買うことができます。どうしようかな。だいたいこのサイズの絵22センチ四方だと1枚4万円のお値段になります。配信で作った絵が配信で売れてくのを経験してみたいな。はい、お問い合わせこちらこそありがとうございます。ぜひね、個展に来て実物を買ってほしいですね。まあ割と映画見に行くんだとか言ってるけど修羅場でもう本当に4日までにあと10枚くらい描かなきゃいけないんですよ。若干胃が痛いですね。結構体力を使うので。YouTuber のお話とか時々来るんですけど、やっぱりなんだろう、今忙しくて全部断っちゃってるんですよね。大学受かったら個展来たいっす。大学受かる前から来てください。こういうことをやったら美大受験落ちるんだなってのが分かりやすい絵なので。こういう絵を描き始めたのは大学入ってすぐぐらいですね。
一応なんだろう、高校3年生、絵を描き始めたのが高校3年生なんですけど、高校3年生の時からあのこういう感じの絵は描いてたんですけど、やっぱり本格的にやり始めたのは大学1年生の時です。それまではイラストとかを描きたかったんですけど、油ですね、基本的に全部油です。僕はアクリル絵の具に対する信頼性がないので。あのような粗悪品がとても嫌いなんです。多少金はかかって、ってかすげえ金がかかってもやっぱりそこは妥協したくないところなので、全部油でやるようにしています。オイルとかも一回ブラ抜きしてからもう一回塗り直したりだとか、時間に余裕のあるときはそういうのを徹底してますね。絵以外描いても基本的にあげないですね。ガジグリについてあるので置いておきます。ありがとうございました。ありがとうございました。合宿での制作頑張ってください。どうしようかな。ありがとうございます。オイルが反射してるんですよ。今23歳です。ありがとうございます。綺麗ですよね。僕も自分でそう思います。実物はもっとやばいんでね、ぜひ個展の展示会場に来て見てくださるととても嬉しいです。そうなんですよ、結構なんか最近自分の絵の作り方を真似して描いてるなんか高校生とか専門学生の子とかいるんですけど、やっぱりなんだろう、アクリルで描いてるからあの光沢がちょっと弱かったりだとか、あのツヤ感のなさだとかが目立っちゃったりとかして、もったいないなって思うことはあります。難しいな。出た打ち上げられたよ。気が向いたらいいよね。ライブ配信増やしてほしいです。あーちょっと生活に余裕ができたら増やそうかな。今はちょっと時間の余裕がねあんまりなくて、今回の個展が終わったら増えるかな。贅沢な配信でいい朝です。ありがとうございます。流れているのは東京スカパラダイスオーケストラ の田島浩二とコラボしためくれたオレンジって曲です。
基本的にチタニウムですね、あの色味が優しい絵を描くときはシルバーと混ぜています。ピンク好きですね。いろんな混ざり方が好きです。ありがとうございます。私もアート活動してるのでこういった制作過程見られるのありがたいです。ああ、よかったです。好きな画家はジェイク・バーセット、ジャクソン・ポロック、ロバート・マザウェルにフィリップ・ガストンと、まあ、あとはイヴ・クラインとかが好きです。ないですね、戻るボタンを欲しいとき。そうなんです、パンにバター塗ってるような表情を出したいときはバターナイフ使うこともあるんですよ。今折れちゃったんですけど、やっぱりペインティングナイフに比べてバターナイフって耐久力がないからすぐダメになっちゃうんですよね。絵はやっぱりなんだろう、日常のアイコンだと思うんです。ハロー、ありがとうございます。すごいな、ハートが一瞬も届いてない。体調最近はいい方ですね月に1回入院してるので本当になんかあんまり体は良くないんですけど、予備校で平面構成の課題やるときに僕の作品拡大しながら絵の具ラジオ研究者にしますって。I'm Korean. I love your drawing. カムサハムニだ。ありがとうございます。あれ、韓国語でありがとうございます。カムサハムニだで合ってるよね。取り勝ってますね。インコ好きなんですよ。インコ好きっていうか、もうなんかインコなしの生活がありえないっていうか。そうですね、ありがとうございます。お返事できるんですよ。When I Busan, yeah, I learn a little bit Korean, but
So I can remember. Sorry. インコとっても可愛いですよね。インコもベタなあれで手の中に入っちゃうんですよ、出すと。ありがとうございます。大体2時間半ぐらいですね、考える時間込みで。今日もなんかネットサーフィンして何にしようかなって思いながら、その変化朝顔だとか、ボタンだとか芍薬だとかの画像、お花の画像を見てから制作に入りました。やっぱりそのあんまり僕は才能がある方じゃなかったので、なんだろうな、インプットし続けないと一瞬で枯れるんですよ。そうなんです。やっぱりお花ってすごい人為的な品種改良がめちゃめちゃ何世代、本当に何十世代にわたって行われてるじゃないですか。桜草が好きなんですけど、BGM ちょっと変えますね。金魚草僕も大好きです。今日インターネットめちゃめちゃ重いな。配信してるからかな。絵の具は単色で使ってますか？基本単色です。この絵も3色、白と赤と青しか使ってませんよ。どうしようかな。ちょっと寝かせますね。どうすんでかな。ちょっと顔洗っていきます。濁ってきちゃった。だからこんなに鮮やかなんですね。そうなんで、3色以上でやるとすぐ濁ります。そうですね、鮮やかさだけは
3週間ぐらいですね、2週間から。配信してるせいでインターネットがめちゃめちゃ重いな。いや、この向きですね、基本的に。どうしようかな。あれ、インターネット止まっちゃったよ。海外の美術館とか行きますか？行きたいですね。今度上海行くんで、上海ウシュー班とか行ってみたいです。なんでこんなインターネットゲロクソ重いんだろう。ポケット Wi-Fi なのに3日で 170GB 使ってる。ポケット Wi-Fi 意味ないっすね。あら、配信できないな。あ、できた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 。どうしようかな。今ってなんか配信する、そうですね、最近ドラマハマっちゃって、ネットフリックスのマルコポーロ見てたんですよ。すごい良かった、あれ。どうしようかな。ちょっとエッチなやつなんで未成年にはおすすめできないんですけど、性描写が多いので。いや、ただすごかったな、あのストーリー構成。美術もすごい綺麗だったし。そうなんですよ、ドラマはやっぱり1シーズン見ちゃうとね、どうしてもって感じあるじゃないですか。よくしちゃった。また見に来ます。ぜひいらしてください。ちょっと人の名前を見る余裕がなくて申し訳ないです。書く直前とかですね。結構人来てくれるな、嬉しいな。日曜朝10時、スーパーヒーロータイム終わったあたりなんで。今は見てないんですけど、昔プリキュアすげえ見てたんですよ。ハートキャッチプリキュアでちょっとやばいなこれと思ってハマっちゃって、なんだろう、ふまごしよしひこのそのデザインセンスを見ていたって方が正しいかな。なんかプリキュア見ていたってよりも、ほんと天才だよなあの人。
どうしようかな。ありがとうございます。おすすめのドラマとかあります？皆さん全然ドラマって見たことなかったんですよね。一番それ前に見たドラマが何だろう。半沢直樹とかかな。リーガルハイ面白かったな。堺雅人が好きなだけかもしれないけど、堺雅人を見る以外で初めてドラマって見たかもしれない。アンナチュラル見てみます。あなたの番ですが、ああ、ネットフリックスで見れるやつがありがたいです。どうしようかな。カンフィデンスマン？モズ。英語だと字幕が嫌いすぎて、簡単な英語を使うドラマしか見れないから。画面の構造を怪我しているようにしか見えないんですよね、字幕って。やっぱり何をどう頑張っても、なんかそれがジョン・ウィックみたいな感じで、英語全然喋れないっすね。英語に2級落ちました。そんぐらいだと思ってください、僕の英語力は。まあだから高校卒業程度なのかな。一応結構いい高校出たんだけどな。美大に行く過程で頭おバカちゃんになりましたね。どうしようかな。やっぱり美大って脳みそ溶かしますよ。なんか学校の形写真なみたいなもんだから美大って。限界美大生新井さんボットって知ってます？最近社会にいるヤバい人たちが新井さんの形を取って限界してるんですけど、ほんとしばらくやらないと高校の知識とか飛んできますね。ほんと飛んできますね。ほんと何も全然覚えてないもん。高校の時の思い出は嫌いな教師と絵の邪魔をした教師とぐらいですね。ああマジほんと配色がめっちゃいいです。ありがとうございます。ただ普通の進学校から抜け出せてよかったと思うのが、マジで人生何もないおじさんが人生は何もないんだよって教えてくるような場所だったんで、母校が。いやーそういう、なんだろうな、負の面から抜け出せたのがめちゃめちゃよかったですね。文化的に豊かじゃなきゃ生きてる意味がないっていうのをやっぱり美大は教えてくれたので。美味しそう、ありがとうございます。これこのままケーキにしようかな、消化プリントで。
兄と似たようなことを言ってる。まあまあまあ、あの学校いたらそうなりますよ。あ、マジで人生の邪魔してくる人しかいなかったんで。いやー、本当に一番なんだろう、足を引っ張った教師に、お、俺のおかげで大学入れたんだなと言ってて言われた時には、さすがになんか、あ、ポプテピピックみたいな感じでカッってなりましたね。どうしようかな。本当になんかミシェル・フーコーの監獄の誕生だっけ、歴史だっけみたいな、パノプティコン的構造っていうのかな、なんかを教える学校あったんですよ、高校が。美大での恩師とかっていらっしゃいます？います。武蔵野美術大学の川口先生、川口教授という先生が、僕は恩師だと思っています。知識量だとかその教え方だとかが本当にあの人はなんか素晴らしかったですね。ぜひムサビに行こうと思ってる方はこれ見てる人で、川口先生のところについて4年間勉強するだけでもう画材博士になりますよ。画材博士になってもしょうがない部分はあるんですけど、でも美大って基本的にその何も教えてくれないっていうけど、そのまああまり教わる気がないって言った方が正しいのかな。みんな、インコちゃんのお名前さんまって言います。おばちゃんは可愛いですよ、顔が、顔と性格が可愛いので。もうね、外に出すとねベロベロしてくるんですよ僕のことを。絵の具ついてて有毒だからねダメだって言ってるんですけど、そう、サンマ。最初ちょっと喉に障害があった、あの子買った時にシャンマって。私の高校がラサール出身なのでちょっとチャラい人でした。チャラかったんだ。そう、まあまあまあ田舎の高校なんでね、あのチャラくなるか田舎のヤンキーになるかだから仕方ない、許してあげましょう。かわいい、サンマ。サンマちゃんは男の子です。男の子の方がインコは楽ですよ。卵産まないんで。Twitter の配信の次は YouTube で配信してみようかなと思ってるんですよね。そうなんです、もう多分僕は一生インコを飼い続けると思います。一番小さいサイズ依頼させていただいた時って何センチ何センチだったんですか？あの時はキャンバスの製造があったので9センチ四方ができたんですけど、今は20センチ四方ですね。20センチ四方で4万円になります。しきさんの絵すごく好き、そのまま6回目にしてます。 YouTuber よしき。 YouTuber よしきなりますよ。あのね、画家、一応職業画家なんですけど、なんだろう、親にお前何やってんだって言われるんですよ。えって、あの競馬と株と、あとまあ女からお金もらって生きてるって嘘ついて、まあ嘘ついてないです、
競馬もやってますし、株もやってましたし、株もやってましたし、競馬もやってましたし、なんだろう、グッズ買ってくれる人ほとんどが女性だったので、まあ女の人からお金をもらってギャンブルをして生きてるよ俺はって言ったら、そうかって言って、なんか哀れみで1万円くれたので、今度もこの戦法でお小遣いをもらおうと思います。なんか YouTube 投げ銭があるからいいよとか言われたんですけど、あれなんだろう、本当それ主収入にしてる YouTuber ってすごいよな。一回だけお誘いが来たんですよ、その YouTube やりませんかみたいな、断っちゃったんですけど、ちょっと拘束時間が長すぎて。あれ職業にしてると本当にすごいよな。酒代にはなりますね。最近なんかよくラムのお店に行くんですよ。ラム酒の美味しい紐です。若干紐だったんですけど、紐だった時ってなんか天体選手サンレッドに書いてること本当なんだなって思ってびっくりしちゃったのが、あの、ね、ちょっと縛るもん持ってきてとか、紐って言葉は言わないんですよ、その家庭内で。あ、はいって、なんか立場が弱いんで、あ、はいとか、そういうことばっかになりますし、返事も紐だけは辛いんでね、職業にしない方がいいと思います。今制作時間合計で何時間ぐらいですか？朝の8時から制作しているので、だいたい2時間ぐらいかな、2時間半ですね。今度焼肉とトマトをおごってね。やだな、宇佐茂先生大金持ちじゃないですか。叙々苑おごってください、叙々苑。宇佐茂先生上江市でもう依頼とかバンバンだから、お金もザックザックなんですよ。今コメントしてくれた宇佐茂先生をおごって焼肉。たかり癖が治らない。サンリット面白いですよね。なんかあれ見てると、無職だった時を思い出して結構うってなることが、無職とか紐だった時を思い出してうってなることが多いんですけど、それでも面白いから見ちゃいます。やっぱりなんだろうな、一度そのこうやってナイフについた絵の具ってもう二度と再現されることはないんですよ。なのでなんだろう、あえて一箇所だけそれを作ってあげて、なんかきらびやかあでやかにするっていうのも手だとは思うんですけど、なるべくそのストロークが孤立してあげないようにするのも絵なのかなっていうふうに思ってて、主人公にしてもらってほしいです。僕も自分で作りました、欲しくて。お、綺麗にできた。どうしようかな。いやまあ順番は割と適当ですね。書いてる時にひらめくこともありますし、あっ、やっちゃった。
のヨドバシカメラでこの配信するためのスマホ用のアーム買ってきたんですよ。1万円ぐらいしたので元が取れるぐらいはこれから配信したいと思います。いつか買いたい、早めに買いたい。そうですね、ちょっとやっぱり値段をどうしてもその制作スケジュールの確保上上げて買わざるを得なくて。そうなんですよ、1万円結構しましたね。まあ経費なんで、経費だと思って買ったんですけど、よくしょっと。飲もうかな。どうしようかな。まあでもこの国税金すっごい高いですよね。びっくりしちゃったもん、最初で納税した時にこんな取られんのって。税金の安い国に行きたいと思ってこの前テキサスに行こっかなってつぶやいたら、テキサスだけはやめた方がいいっていうのをなんかすごい、本当にいるんですよ、プロのカーボーイが。テキサス州。それで生計を立ててる、その、クリストファー、のね、違うんだっけ、クリント・イーストウッドだ、クリント・イーストウッドのあの、アメリカン・スナイパーってあったと思うんですけど、あれに出てくるそのクリス・カイル、タイだっけ、は、元プロのカーボーイなんですよ、あの人。で30ぐらいから軍人になって狙撃の才能があってみたいな。ってクリス・カイルさんっていうかスナイパーの前職がロデオボーイって面白いなーって思ったんですよね、あれ見て。クリント・イーストウッドすごい好きなんですよ、余談なんですけど。アメリカンスナイパーの他にも、なんだろう、一番僕映画の なんか愛の描写で美しいと思ってんのがあれですね、アメリカンミリオンダラーベイビーが一番好きなんですけど、その映画における愛の描写で、あれのラストシーンとかが本当に好きで何度も何度も見ちゃいますね。ほんまもんや、ほんまもんですね。どうしようかな、最後らへんが本当に迷うんですよ。最初はポンポンってリズムを置けばいいだけなんですけど、もうすぐこの絵も終わりです。どうしようかな、こうなんか全然また話が2点3点しちゃうんですけど、ポイン本当に3色だけなんですね。すげえありがとうございます。本当に3色だけですね。
むしろたくさん色を使う方が技術力がいるので、グラデーションの幅だけ出してあげれば本当色なんていくらでも作れちゃうので、なんだろう、3色白と赤と青の3つさえあれば僕は7色か8色くらいに見せることもできます。グラデーションの差比っていうのを利用して、何を使ってるんですか？蛍光赤とフタロシアニンとシザンカ酸銅です。その顔料を転色剤で混ぜています。濁ってきちゃったな。本当にハート絶えないなすごいありがとうございます。なんか見てくださってとても嬉しいです。絶対なんか普段混ぜたら濁る色でもホワイトで中和させながら混ぜてあげると隣り合った時に全然なんか汚くならないっていうか、綺麗なままで保管されるってことは結構あるので、そうですね、ホワイトとの中和を心がけて、で退色というか、まあ補色退色の構造性を意識して書くことが多いです。それは綺麗だな自分で言うのもあるんだけど、白い有能ですね。ただチタニウムホワイト、マツダスーパーのチタニウムホワイトを使ってるんですけど、これを使ってるんですけど、これ1ヶ月で2リットル使うんで、これをカンパしてくれるととても嬉しいです。僕はいろいろカンパもらえるんですけど、そう、物よりもこれの方が嬉しいですね。お菓子とかも嬉しいんですけど、もちろんチタニウムホワイトを差し入れしてくれた人がこの前個展の際に一人いて、やったーってなりましたもん。絵の具代が浮くって嬉しいですって。ありがとうございます。後でインスタにあげるんで、ツイッターはなんかその見られる時間帯にしかあげないんですけど、インスタは割といつでもあげるから、なんだろう、早い時間、早く見たい僕の絵をっていう人はぜひインスタの方をフォローしてくれると嬉しいです。よくしょ、あと 2,3 手でこの絵は終わりです。どうしようかな。これだけ色が
そうですね、これから差し入れチタニウムホワイトバンバン来ますね。マツダスーパーのチタニウムホワイトがもう本当に僕は楽しみにしてますね。八代あずきさんの高音並みに送ってくれてもいいんですよ、チタニウムホワイト。困りませんから。月の絵の具代8万円ですよ、負けてきますよ。油絵の具です。全部油絵の具です。マツダスーパーのチタニウムホワイトを送ってください。こじきです。こじきでもしないとやってられません。そうですよね。今日それはパスタでいっぱいになりますね。ありがとうございます。そうですね。本当に。絵の具だけはね、ケチったら一瞬で出るんですよ、画面に。あ、絵の具ケチったなっていうのが。どうしてもケチれな、コストカットできない部分なんで。木枠とかはなんか、切り枠とかを使えば別にいいなんですけど。どうしよっかな。そうですね、8万家賃を足せば、すげえいいとこ住めます。今家賃6万円なんですけど、家賃14万円でしょ。8万円出したらマジで好き。ありがとうございます。嬉しいです。居酒屋のバイトをしすぎてありがとうございますっていう時になんかありがとうございますってなんか言っちゃう癖があるんですよね。ずっと応援します。ありがとうございます。本当に嬉しいです。この絵のタイトルは霞荘にしようかなと思って、霞荘の画像を見ながら描いてるんですけど、なんかそうじゃないなって気もしてきて、どうしようかなと思ってます。バイトはもうしてないですね、今は。昔はなんか漁港で水揚げしたりだとか、ラーメン屋やったりだとか、道路掘ったりだとか、コンビニやったりだとか、サイゼリアでバイトしたりだとか、サボりすぎてクビになったりだとか、いろいろやってました。あとは食品の工場が多かったかな。お土産でもらえるのが結構食品の工場多かったんで、水揚げ楽だったんですよ。そう、いる間ずっと時給つくから、実働に比べて給料が高かったんで。まあでも体酷使するからもうできないかな。どうしよっかな。ほんとなんか派遣でかかってきたところに行くような感じだったんで、割とたくさんやってましたね、アルバイトは。ほんとになんか絵が売れなかった頃は、絵を描くお金が手に入るっていう習慣がなくて、アルバイトで得たお金を全部絵にって感じだったから、いやー辛かったですね。本当に辛かった。もうリクルートのリの字も見たくないです僕は。いつかお金貯めて絵買います。ありがとうございます。なんだろう、絵はやっぱりその本当に欲しいって思う人のところに僕はあってほしいと思うので、絵自体が
絵の大学行くの将来怖くなかったんですかって、何万円ぐらいでしょ、これは4万円です、1万円基本的に4万円とお考えください。本当に欲しいっていう意思があるのであれば、4万円別にローンでも大丈夫です。1ヶ月ずつ1万円ずつ返してくださいねとか、好きな、まあでも好きなことだから絶対に妥協してはいけないし、自分がその全部出るんじゃないですか、だからそれをさらけ出す恐怖っていうのもありますし、逆に仕事っていうのに何も考えず思考コストのなく働くっていうやり方の方が僕には合ってんのかなと思った時期も長くて、なんかダラダラ働いているのも性に合ってたし、ただ何もつながらないのが本当に怖くて、将来自分の好きなことを真剣に見つけて。 Thank you for sharing your beautiful work. You inspire me, Jerry. Thank you, mom. I'm glorious. え、終わってるかな。大学は武蔵野美術大学ってとこに行ってました。ムサビですね。ハチミツとクローバー大学です。 Is this oil or acrylic? Ah, only oil. Yeah, my picture only made from oil. I don't like acrylic.いや、私も目指してます。あー、ぜひ後輩になってください。ムサビめちゃめちゃいいとこですよ。日本語以外のコメントがあるとワクワクしてしまう。そうそうですね、ワクワクしちゃいますね。母ちゃんがね、外人の男が昔から好きだったんですよ。そのせいでなんか家の中に外国人のなんかおっさんがいることがすごい多くて、それでなんか英語しか通じない人が割と周りに多かったので、英会話だけはなんかなんとか喋れるように頑張ってます。同じ質問してごめんなさい。よかったら教えてほしいのですが、絵の大学行くの将来怖くないですか？大学迷って。全然怖くなかったですね。なんだろう、やりたいこともやれずに、ただうつうつと将来過ごしていった高校時代だったので、まあ、それよかはもうずっとやりたいことをちゃんとやって、自分に言い訳しないで、で出せるものを全部出して暮らしの方が僕はそれってか、それしか耐えられなかった。どうしようかな。僕はその後の人生に何もないことの方が怖かったですね。高校は割とエリートコースの高校だったんですよ。まあ落ち目の進学校だったんですけど、高校の負のオーラが効きすぎている。そうですね、本当にろくでもない高校だったから邪魔しかされなかったけど、なんだろう、ただ絶対に諦めない、絶対にやめない、多少言われたぐらいじゃ何も感じないとか。一応芸大むさびがほぼほぼ同じぐらい行きたかったなと思ってました。芸大はかすりもしませんでしたデッサンが下手だったんで、やっぱそれもダメでしたね。よしよし、きれいきれい。ただお金の心配をしなくていいのなら美大、油絵科よりもやっぱりデザイン科絶対に行った方がいいですね。
油絵はマジやめた方がいいです。将来何もないので。油絵を卒業した人で絵で食っていける人って本当に少ないので。でも学べることはすごい豊かですよ。過ごす時間も豊かですし。